佐タ岬砲台の、高カ穴アナグラ放題サダの高カ穴アナグラ砲台内部。38式12センチメートル榴弾砲が設置されている、砲浴要塞は、砲浴海峡の防備のため設置された、大日本帝国陸軍の二等要塞である。四国側の佐田岬地区、九州側の鶴見半島地区及び関崎、高島地区の三つの地区に分かれていた。 1920年の要塞整理方針に、基づき工事が着手された。1921年から1930年まで、第1期工事を実施し、1931年以降に、第2期工事が実施された。この要塞の建設により、芸与要塞、広島湾要塞が整理され廃止となった。太平洋戦争を控え、 1941年11月に計9戦備尾が加齢された。1942年1月、巡洋戦艦、伊吹の後部手法45口径30センチに、連装カノン砲を転用して作られた、鶴見先砲台で、実弾射撃の際に、右方針の砲く破裂事故が発生し、砲塔全体が吹き飛び16名の死者を、脱死再生不能となった。 同年3月、大体の砲台として鶴見崎砲台の工事に着手し、同年9月に竣工した。佐田見崎砲台は、榴弾砲を渋士湾の高崎砲台に移設したために1944年に一度廃止されたが、1945年2月より再整備工事が始まり終戦直前に工事が完了した。最終的には、佐賀の関関崎、 高島をはじめとし、南山部郡鶴見町鶴見崎、愛媛県揺らみ崎など、文語水道を挟む、両岸13カ所に、計46門の大小後継法が設置された。これによって、文語水道はすっぽりと、その要塞法の射程内に収まることとなった。要塞周辺である、文語水道沿岸部一帯は終戦まで、写真撮影が禁止されるなどの様々な制限を、 受けていた。法予要塞重砲兵連隊は、法予要塞の主戦力として1941年12月20日に編成加齢され、佐賀の関で編成された。通称号は僕第2738部隊である。1942年1月11日に、配備後発の実弾射撃を単が放題で実施したところ、 高発事故を起こし、内藤千里連隊長以下16名が死亡、28名が負傷した。1945年5月23日に、本土決戦に備えて、野戦的な性格のある、重砲兵第18連隊に解消され、独立混成第118旅団に変合わされた。引き続き季節の砲台に五個中隊を配置して、終戦まで防衛体制を取った。 矢野厚彦連隊長は、旅団の高島地区隊長を務めていた。対戦末期には、本土決戦に備えて、約1100人の守備隊兵士が配置された。ABCD 地元では、単画砲台と通称、単焦燈格納庫、AB 砲用要塞砲台用、九州系要塞軍の総予備用としてのダニ庫。 佐賀の関の軍用三橋と各火薬庫の間には、手押し軽弁鉄道を付設し、迅速な運搬に備えていた。無縁薬用火薬庫、三個、未点薬弾丸庫、六個、遊縁薬用火薬庫、四個の他に清涼弾薬庫、木造倉庫、薬卿庫、監守衛車、衛兵所等を備えた規模の大きな弾薬庫だったようで、終戦時には、 約1000トンの弾薬類が格納されていたらしい。北満へ転用のため、北満へ転用のため撤去したが、南方作戦に使用を考慮し、小倉陸軍兵器補給所で保管。この時、高島第一砲台の各化式9センチメートル速射カノン2門は、倉庫に分解格納されていたため、予備兵器の38式野砲2門を臨時に設置した。 日光大体六中隊編成。定員約700名。純戦備加齢後、倉庫に格納されていた各貸式9センチメートル速射可の2門を、高島第一砲台の季節の放遊化に組み立て、それまで臨時に設置していた、予備兵器の38式野ー2門は、佐田岬に撤去した。単が砲台廃砲台となり、昭和17年春。 津軽要塞より7年式 15cm カノン2門、イラゴ演習場より7年式 15cm カノン2門、小倉補給省より38式 12cm、榴弾砲4門の転用し受け、陣地偵察の結果、鶴見崎に装備することに決定。AB 急遽、鶴見崎砲台観測所、西部軍情報隊付近に、近隣町村人を、連日604人を、 朝用を動員して建築。7年式15センチメートルかの4門を配置して、鶴見崎第一砲台とした。AB 鶴見崎単画砲台付近に、38式12センチメートル、榴弾砲4門20ミリメートル機関砲2門を配備して鶴見崎第二砲台とした。2017年4月、伊方町によって、第4砲台の一つが、観光用に整備された。 高島殴砲台内には、レプリカの三十八式十二センチメートル榴弾砲が設置された。また、佐田三崎灯台を望む展望台や、永遠の明かりと呼ばれる灯台を東側から望むモニュメントが作られた。灯台からは、三崎漁協の旧築用地を経由して、岡後島に至る長さ二百メートルの歩道が新たに整備された。第四砲台に続くホラー穴も、 もともとは素彫りであったが、崩落防止のために、コンクリートで補強され見学できるようになった。ありがとうございます。